昨日27日から2月の満月スノームーンが見られました。では早速神奈川県中郡二宮町から届いた動画を見ていきましょう。富士山頂の影にひっそりと沈んでいく満月が美しいですね。太陽が富士山頂に重なる現象がダイヤモンド富士と呼ばれる一方で、満月が山頂に乗っているように見える現象はパール富士と呼ばれます。月が真珠のように美しく見えるためこのように呼ばれるそうです。さあそして明日からは3月、3月の満月は28日日曜日です。アメリカの先住民は季節を把握するために各月に見られる満月に名前を動物や植物、季節のイベントなどに実に様々に付けていました。3月はワームムーンと呼ばれています。1ヶ月後も美しい満月が見れるといいですね。